お店 H Beauty and にやってきましたで入り口入ってこの右手のこのポップアップのスペースを必ず最初に見るんですけどあのなんでここを最初に見るかっていうとなんか早い時だと2週間に1回ぐらいあのラインナップが変わるみたいでシーズン始めなんかに来るとあのそのシーズンの例えばトレンドカラーだったりとか注目するプリントの柄だったりとかあとは カラーーコンンビネーションみたいなものがここに全部詰まってるんですね。で私あんまりちょっとその流行を先取りしてお勉強することを、えー、やめてると言ったら聞こえがいいけどあんまり興味がないので、えー、とリアルなお店で自分が着たい気分であの見てお勉強するのが一番いいなっていうふうに思うので、えー、とここを真っ先に見ることが多いです。 でちょっとこうあの小部屋のようになっているのであのゆっくり見ることもできるし、えー、ともちろんこれを持ってあの他のインポートとかオリジナルと合わせたりもできるのでまず最初に立ち寄るところはここです。じゃあ次にここねどこでも楽しくてなんかバタちゃんは地下の ヴィンテージのフロアによく出没するらしいですけど。私、ヴィンテージはちょっとまだ見たことがなかったんですけど。一回も二回も組まなく見てます。で、ここはなんかちょっとこう。ストリートとか、なんかアスレジャーっぽいものとか。あの、もしかしたらもうちょっとこう。若い世代の子たちが。こう勢いよく着るみたいなアイテムが、あの飾られています。で、奥に進むと。 なんかすごいクリーンでミニマルでそしてあの光もすごく入るのでお買い物しててすごく楽しいんですけどここはシューズ、えー、フロアとというか、あの靴が集ままってるところになります。結構エッジの効いたというかモードなものからトラディショナルなものまで幅広いのであのトータルでそろうお店かなと思います。 で私ここがすごい好きなのがなんかさ女の人のこうなんていうのかな綺麗なウォークインクローゼットに見えるっていうかあの色ごとになんんとななくこう集まってるんですよねなのであそっかこの時期ってこういうふうにグラデーションで合わせればいいんだとかあの締め色を使えばいいんだとか利かせ色はこういうふうになればいいんだっていうなんかこう一つの一人の女の人のこうクローゼットみたいなイメージがするから。あの 本当に長いしてしまう <laughs> って感じなんですけどそうですね今えとこの辺もあのオリジナルとインポートがあってちょっと今見せていただいてすごい気になったのがこの後ろファスナーの気持ちえーとタートルが低めのタートルがあるセットアップなんですけど。 なんかまだまだちょっと暑い時期も続くので厚手のカシミヤのニットとかは秋とはいえ難しいなっていう時にすごく使えるセットアップだなというふうに思います。でお値段もね本当に優秀でこのパンツで、えー、と04ナイロンナロでで2万円税抜きなんですよでこれ多分シワにもならないから例えば出張とか旅行先にもいいなとかなんかこんな風に妄想してるとすごい時間が経っちゃうわけ。それでで結構ここで 望月りっちゃんによく合う。<laughs> <laughs> あれりっちゃんっていうことが結構多いです <laughs>。あ、で、このコートも可愛いですね。これもオリジナルのガウンコートになってるんですけど。あのかなり丈を長くとっているので。ちょっとこうコンサバというよりはモードに着られるコートかなというふうに。あの思います。可愛いなこれ。着てみよう。これで七万二千円ですね。で、一つボタンで。 ノーカラーなのでちょっとこうガンみたいにカジュアルに着られるかなと思うんですけどバサッとちょっと大きく着るのがいいかもしれないですね。ああかわい,いでここあのサイドに深くスリットが入っているので今ちょっと止まってますけどあの外すともう少しこう風をはらんで悪くとこうハラハラっとこうなる感じもまたいいかもしれないです。へかわいいな、ま、だ暑いけど でここはインポートのブランドも結構たくさんあったりとかしますあでもこの辺もオリジナルですねかわいいこれかわいくないこれかわいくないいくらいくらだと思う 38, 円 1> 1万円えっ、ーえー、<laughs> なんかあえてこういうトレーナーとかに合わせてもあかわいいかもしれないです。 あいい、ね、あそうだねこういうふうにねかわいいほらねこうやっていっぱい見つけちゃうわけよでこっちはこう例えばシルバーだったりとかあとモーブピンクあのネオンイエローなんていう利かせ色がありますねであとは、えー、とこの一人の女性のウォークインクローゼットを出た後はここがアクセサリーのコーナーになっていてあのとっても綺麗に デコレートされているので、もしかしてすっごい高いかもって思うかもしれないんですけど、あの地金のもの以外にも、えー、アクセサリー感覚のもう少しリーズナブルのもなものもあったりするので、あのここはね結構まめにチェックして買ってます。大変大変、ね、<laughs> 大変。ほら、これ樹脂シジかな。カルスを後でつけてみよう。でもこれもちょっとこの値段のどれかわかんないけど、一万五千から一万八千なんだと思うんですよね。 なのであのなんかお洋服のテイストが決まったらお顔周りの印象作りっていうのもここでできるのであのぜひここもチェックしていただきたいなと思います。2階に通じてますで階段上がって右に上がると、えっと、大人気のブランド6があの結構多めにデコレートされているセクションがあります。 あのすぐに売れちゃうのでロックは私も見つけてサイズが合えばすぐ買うようにしてるんですけど万が一ここにサイズがなくてもあのスタッフの方がオンンライでですぐ調べてくださるんです、ね、でなんかあのお取り寄せももちろんあのすぐに対応してくださるのでなんかそういったこうなんだろう,こうコミュニケーションの深さっていうかすごく気持ちのいいコミュニケーションもあの私がこのお店大好きな理由なんですけど。 なんかしょっちゅう来てるから結構声をかけてくださるので、あのそこでちょっといろいろ相談したりとか、なんか新しいブランドで私なんかも全然知らないブランドがあったりするので、ブランドストーリーを聞いたりとかっていうなんかお話してるのもすごい楽しいです。あの可愛い。これはロクのオリジナル、ロクでいくらかな。えー、っとシルク百パーセントで三万九千五百円です。グリーンもありました。後で試着しようかなと思ってます。 でここはえっ、ー、とこうデイリーに使えるあのカジュアルな場面だったりとかデイリーに使える、えー、アイテムが多いですでここも大好きでカシミヤのニットとかあと、まあこういうトレーナーみたいなものとかあこれエイトンですねトレーナーとかもここで買うんですけど私が必ずこまめにチェックしているのがこの一番奥の 寝室につ,のつなぐこうパウダールームみたいな感じになっている奥の場所でえっとランジェリーだったりとか部屋着ただ部屋着といってもあの全然こうアウターとしても使えるものもあるんですけどあのそういうものが多いんですねちょっとお家周りのものが多いのであのここで結構パジャマを買ったりとかあとランジェリーを買ったりします。例えばちょっとこう 大きな百貨店とかだと見つけづらいなっていうこういう例えばバンレースのバンドゥとかなんかこういうものがなんかなんていうのかなすごくこう細やかに気を配ったものがあるのでここはねこまめにチェックしてますで例えばあそうこれが欲しかったんだこういうもちろんお家で着てても素敵だけれどもあの外で着ても全然素敵っていう。 なんかそういうものも結構あるんですよね。で結構こまめに。あの遊びに来ると。ちょろっとセールをやってたりとかもするので。あのショーツだったりとか、結構買うようにしてます。誰かのちょっとこう大きな。お家に遊びに来た感覚。 であの密なコミュニケーションスタッフの方と取れて、えー、とそのシーズンのトレンドが分かってで、えー、とアイテムもとても豊富なので頭の先からつま先まで、えー、一通り揃うっていうお店なので、えー、1か月にそうだな23回は来ています。